はい、アプリシーイ・タカナシ・イツキです、えー。フェアリー・ゴッドマザー・アイズ・メソッド15色の才能、父の日スペシャルということで、えー、お父さんの薄大色の才能について説明をしています。えー、っと、これはですねそうあの、さっきのピンク色もそうなんですけれども、こう一般的にはこう女性性がすごく強い才能ですよね。あの とかそれからピンク色だったらばその綺麗に着飾るとか美容だとかファッションだとかあのアクセサリーとかドレスとかそういうイメージだし、えー、とこちらの薄大色の方はマッサージだとかそれから、えー、とお料理、えー、と家事整理、えー、と整理整頓ですねそれからこう育児とか、まあ、そういう,こうお世話ものこう介護とか そういったことながあのメインになってきとす。で、そういうこととても上手なお父さんいらっしゃいますよねあの非常に綺麗に洗濯物をたためるとかあのピカピカに食器を磨けるとかあのそういうえっ、ー、おとお父様もとらっしゃると思いまおでさんお父さんってこの力強さも求められながら、あの 共感能力も求められるんですよどうしてこう私の気持ちを分かってもらえないのっていうふうにこうあの責められちゃうこととかってあると思うんですけれどもあの子どもたちの気持ちをもっと分かってやってよっていうふうにですねあのうん全ての才能がそうそうあのいつもお話ししてますけれどもこの15色の才能は、えっと、1人に1 だけではなく一人のお父さんに15色全部の才能が入っていますえー、才能の育てる目があるんですねであのー、共感能力があることってものすごく役に立つんですよ今何を考えているかがわかるとかその人の気持ちがわかるとかですねであの分かりすぎちゃうとこう一緒にこう悲しんでいったりとか一緒に具合悪くなっちゃったりなんかしてまたあの強すぎるのもあの大変だったりもするので ですけれども、その、えっと、分かってあげられる力ってとてもの大切な、えっと、才能になります。で、えっと、この才能が強い、えっと、お父さんは小さな頃こんな風にあの怒られたと思います。えっとなぜ挨拶をしないのって、どうしてこう人に対して あのコミュニケーションを取ろうとしないのってあのちゃんと口で言わないと何考えてるかわからないでしょってでどうしてあなたは内弁慶で家に帰ってくると細かいことをこうグチグチ言うのってあのそんなお弁当のおかずだとかあのこう。 洗濯物の汚れだとかどうだっていいでしょうみたいな感じで叱られたかと思います。で、あのすごーくこう細かいことに、細やかなことに、繊細な能力だけにあの気づく力が強いのですね。でも、それを叱られてしまうとあ、なんかそれっていけないことなのかなっていうふうにこう自信を失ってしまい、あのこう緊張してしまうとか。 あの人の前でこう何かをしゃべるとかそういうことがとても苦手あの人の目を見てこう人の中に飛び込んでいくとかそういうことがあのできなくなっていってしまいますなので,であの一方、えー、とこう人の気持ちが分かる能力を育ててこう自分自身も自信を持っていくようになると例えばカウンセラーであるとか。 占い師さんであるとか、あのー、そういった感じに、あのー、こういろんな人の気持ちを組んであのその人を幸せにしてあげて自分も幸せになるっていうことができるようになります。で、えっと、お料理なんかはすごく、あのー、才能を伸ばすのによくって料理ってあの誰が何を好きでとか嫌いでとか。 食べられなくてとか、そういうことをこう把握してであの味付けの好みとか、そういうのをこう聞いてあのやるじゃないですあの、えー、とすごく熱々のものが好きな人もいれば、えー、と猫舌でこう冷めてないと食べられないとか、こういろんな 好みの,あのう,るうるささって言っちゃいけませんかね。<laughs> あの好みがありますよね。なので、あのそういうことで育てるとか、整理整頓とか家事とかあの洗濯物とかね、そういうもので育てていくことがとてもいいのです。あの才能が伸びやすくなります。でじゃあ えーとぜひぜひあのみんなの気持ちを分かりたいと思うから薄大色の才能を伸ばしてみたいなというふうに思ってくださったお父様は、えー、概要欄の方から、えー、と薄大色の才能を伸ばす遊び、お手伝い、職業を、えー、と全部で150選択肢を挙げてありますのでいやこれ面白そうだな、興味あるよっていうものからぜひぜひチャレンジしてみてください。 えっと、そうですね、あのー。自分よりも弱い立場の人の気持ちが分かる、あの部下の気持ちが分かる、奥さんの気持ちが分かる、子どもの気持ちが分かる、生徒の気持ちが分かるっていうようなお父さんが世界中に増えていったら、とてもとても優しい星になると思います。えー、っと私自身もあの えっと自分自我をこう出しがちなんですけれども、その薄代代の才能の強い方たちにこう恵まれまして、あこんなに人って細やかに才能があるもんなんだなってこう驚きまして、あの今は一生懸命こうお料理の動画なんかを上げて修行をしています。えっと一緒に楽しんで頑張りたいと思います。えー、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 はい、アプリシエイ高梨樹でした。じゃあ、またね。バイバイ。